はい、どうも皆さんこんばんは。本日は4月21日の9時50分に収録しています。タイトルにありますように SOXL の話をね、本日は触れたいと思います。まあ、あのチャートを見てね、皆さんお気づきの方も多いと思いますが、 SOXL はですね、週足の、まあ、テクニカル的にですね、週足の下落トレンドが確定しました。はい、まあ、SOXL の元指数である SOX 指数、そして SOXX ともにですね、週足のね、私が前からね、私ね、どういう動画出してたかっていうと、まずね、週足の、まあ、週足というかね、この下げの 1,2,3 波動がこの黄色を割ることによって下げ3波が確定しましたよというタイトルで前回か前々回動画を出しました。で、その時に私が申し上げたのは、確かこの 34.58 ここを割るとですね、丸々してはいけないと、そういうタイトルで出しましたよね。で、この丸々っていうのは、まあ、楽観しちゃいけないよということ、まあ、余裕こいてね、まあ、この後もし激リバがあったとしても、上昇があったとしても、それは、大きなね、下げの波動中の、下げのジグザグ中の戻しだから、そこは安易に上がっているっていうところで飛びつくとやられる可能性があると、はい、まあ、相場に絶対はありませんけど、過去を見るとですね、まさに週足レベルの下落トレンドが発生した時というのはそんな感じですね。ですので、注意が必要、上がったからといって安易に底落ちと思っちゃいけないということですね。下げの方が今は支配的、非常にこう下げやすい地合いになっていますので、下げ中の戻しというのがありますからね。ですので、まあ、どちらかというと今のね、この週足下落トレンドが確定した今、まあ、押し目買いをするというよりも、どちらかというと戻り売りチャンスを狙うという方が、週足レベルになってくるとですね、まあ、そちらの方が、まあ、本来テクニカルのこのチャートの流れに従った沿ったトレードとなります。はい、まあ、そういうね、この週足の下落トレンドが、前回動画出した時はまだね、ここ割ってなかったんじゃないかな。でもここ今割ってますよね、思いっきりこの赤を割ってますよね。これ割った時点で、下げの3波はもう前回確定しました。下げね、この黄色を割った時点で、週足のダブルトップ完成で、さらにここが週足の押し安値になるんですよ。ここを割ってしまったこと。で、さらに言うと、この原指数、元指数であるこのソックス指数も、これ割ってますよね、赤をね。ですので、まあ、元指数、まあ、とともにですね、SOXL というのは、まあ、週足の下落トレンド入りしていると、はい、いうことですね。ですので、前回私が丸々しちゃいけないというふうにね、もしここ割ったら、その後リバっても、ね、丸々しちゃいけないと、まさにね、この展開になっているということです。はい、ですので、どちらかというとやっぱ戦略としては戻り売りの目線になりますし、戻した時に、まあ、反落タイミングで売りで入っていくっていう戦略になるんですけど、ただデイリーディレクション社のね、 SOXS というETF ね、私は2022年は良かったんだけど、いや、もうね、2023年以降はですね、だだ下がりじゃないですか。あれはね、非常に危険なチャートだと私は思っていて、あれは私は推奨できませんね。はい。一般的に、まあ、ベアショートっていうのはやっぱ難しいということですね。株価はね、結局、最終的に上がっていくんで、で、まあ、ホールドしがちな大多数の方々はですね、一度、買い注文ね、注文を入れるとですね、なかなかどこでね、損切りとか利確していいかわからないから、まあ、ずっと放置という方が多い中でですね、ベア商品であったりとか、まあ、CFD でショートを空売りする人っていうのはね、まあ、そのあたりのエントリーとかね、利確で、そしてロスカット、そういうポイントっていうのはね、見極めてトレードなさってると思うんですけど、一般的にはですね、やっぱり、ショートはお勧めできない、ベアの商品の購入はお勧めできないといった形になります。ただですね、じゃあどこかでね、安易に押し目買いしていいのかって言ったら、それもね、いや、結構ね、今、この先週の日足であったりとか、あと週足なんかを見る限り、まだまだ落ちるナイフかなという感じですね。はい、
ですので、詳しいことはね、言及は避けますが、なんせですね、テクニカル的なね、環境認識をしますと、SOXL は週足の下落トレンドがもう完全に確定しています。はい、完全にもう確定しているんで、すぐ底打ちして上昇という可能性もなくはないんですが、過去のね、チャートをバックテストしていただくとわかるんですが、今ね、週足で 1,2,3 波となって、ね、ダブルトップ完成してこのネックライン割れ、3波が確定し、で、週足の押し安値が、後から割れたといった形。先に割れても後から割れても、ここを割れることによって、この2条件が揃うことによって、週足の下落トレンド確定と、ね、週足の下落3波なんだよと。で、昨年ね、ちょっと振り返るとですね、ナスダックでちょっと振り返りましょうか。ナスダックも今、下落していますけど、これ今、日足でご覧いただいてます。はい、週足なんかでご覧いただくとですね、現在は、ここか。あれ？どれだったっけ？あ、これかこれか。はい。ちっちゃすぎてわからなかった。これですね。週足で見るとね。昨年の夏って、SOXL そこそこ下げましたよね。で、その時にナスダック100というのは、週足レベルで1波、2波、3波、4波、5波まで伸びたんですよ。週足の下落のトレンド。つまり、下落のジグザグ。ね、週足の下げ上げ下げ上げ下げ、はい、という形で最後底を打って上昇しています、はい、ですので今どういう状況かっていうと、ね、今どういう状況かっていうとこうなって SOXL は3波まで行きその後上昇して結局また5波が走ったと、ね、あ5波が走るかもねっていう話ですね。はい、ですので週足の SOXL は今どういう状況かというとこれ日足ですけど 1,2,3 というカウントになります。はい、これ週足にします。週足でもねしっかり見て取れます。下げがあるで上げがある、ね、61.8 の戻しでした。でその後下げ3波がね、ズドンって、もうものすごい大陰線ですね。はい。というのが走りました。もうこうなってしまった以上、で、そして、元指数であるソックス指数もですね、はい。同じく、下げの3波が確定し、ね、この黄色割れることによって、下げ3波確定し、で、週足の押し安値ね、はい。直近の高値更新前の押し安値を割れることによって、もうこれはね、もう劣気とした週足の下落トレンドです。はい。で、3波で終わるのかと。ね、3波で終わって、そのままね、すぐこうやって底打ち上昇するというよりもですね、下げの波動っていうのは、しぶとく続いていく可能性の方が、僕のチャートを見てきた経験では高いです。はい。ですので、100% はありませんけど、この後ね、私は丸々はしないでくださいと、ね、楽観は禁物であるよというようにですね、押し目買いのね、チャンスを、特にね、こう下がっている時に、日足なんかで見てもですね、はい、ローソク足があんまり下髭ないですよね。結局、安値で終わりましたよね。下げに続きがありそうじゃないですか。はい。こういう状況下で、安易にね、下がっている時に買うと、はい、いうことは、なかなかやっぱり、テクニカル目線で言うと厳しいかなと、はい、いうことであったりとか、じゃあね、上がっていった時に買いで飛びつくのがいいのかって言ったら、相場はね、そう甘くないですね。そこからまた下げの、5波動ですね。4、5みたいな形の続きがある可能性があります。はい。ですので、なかなかね、今厳しいんじゃないかなと思います。はい。で、全体的な印象としてはですね、先週1週間ね、私はショートで結構利益を出すことができましたが、一般的にはかなりね、ブル、ロングのポジションの評価額が目減りされた方、がっつり減った方、特にね、レバレッジなんかは3倍のスピードでお金が減っていきますよね。はい。あくまで評価額に過ぎませんね。どんどん、この後上がっていくんであればね、はい、結局ね、また、元本ね、元本というか、その当時の評価額を上抜けて、またお金が、資金が増えていくと、はい、いうことを期待したいところですけど、ただね、こういう3倍レバレッジが効いてると、ね、ここで底打ちって信じたい気持ちもあるんだけど、やっぱりですね、チャート的には非常にね、どんどんこう大きく、ボラが大きくなって、で、その波みたいなね、ジグザグみたいなものを形成して、今、下落の3波が確定していると、
はい、言った形になりますので、そうですね、非常にこう落ちてる時に買いは厳しい、じゃあ上がってる時に買いでね、ある程度上昇したところで買いで飛びつけばいいのかって言ったら、それはちょっと、はい、違いますね。週足の下落トレンドっていうのはやっぱりね、舐めちゃいけないよということです。はい、ですので、ちょっと今後ね、激利場があったからといって丸々しちゃいけないって前回私が申し上げた、まさにね、そこで、余裕楽観は禁物であるということ。どちらかというと、まあトレーダー目線で言うと、これはね、戻り売り、大きく戻した時に売りを検討するみたいなね、まあ、そういう、流れになります。ですので、まあ、ブルホルダーの方々ですね、まあ、しばらくはですね、まあ、ちょっと厳しい展開が続くんじゃないかなっていうふうに思います。はい、メンバーシップではですね、まあ、この後具体的にね、どういうふうに動きうるというのを、他の指数、ナスダックを私専門にしていますが、ナスダック他の指数を根拠にした SOXL の動向みたいなものを今ね、絶賛分析中です。はい、そういったことを情報発信しておりますが、まあ、ぜひね、気になる方は加入のご検討をよろしくお願いいたします。はい、非常にね、不透明な、まあ、一気にね、下落が加速していった先週ですが、まあ、来週以降ね、どうなっていくのかっていうのを一緒にまたライブ等で、見ていけたらと思います。はい、本日は以上になります。よろしければね、応援のグッドボタンとかね、チャンネル登録ぜひ、いただけると幸いです。本日は以上です。ありがとうございました。